毛利氏は、武家、家族だった、日本の士族。本性は、大江氏。家紋は一文字に三つ星。鎌倉幕府マンドコロベット大江広元の四男、毛利貴公を外する一族、従って、大江広元の子孫ではあるが、着流ではない。明字の、毛利は、君が父、広元から受け継いだ所領の相模国愛公軍、毛利僧を本願としたことによる。 中世を通して、毛利は、毛利と読まれたが、後に、毛利と読まれるようになった。その系譜は、とある、となる。毛利気候の墓鎌倉時代末期に、越後国狩り和軍佐橋壮南城の南城官を、領した毛利教皇は、四男の時親に、秋国高田軍吉田総を分与し、分岐を建てる。時親の子、貞近、孫の親子は、 越後に泊まり秋の所領は、間接統治という形を取ったが、南北朝時代に時親のひ孫、元春は、秋に下校し、吉田軍山城において、領地を直接統治するようになる。吉田荘に移った毛利氏は、室町時代に、秋国の有力な国人領主として成長し、山梨及び、大内氏の家臣として栄えた。戦国時代、毛利元成が出ると一代で、 国人領主から、大内氏の所領の大部分と天古氏の所領を合わせ、最盛期には、山陽道、山陰道十カ国と九州北部の一部を両国に、奥最大級の戦国大名に成長した。元成の死後、孫の毛利輝元は、将軍、足利義明を庇護し、織田信長と激しく争ったが、後に、豊臣秀吉に従属して、 秋他8カ国で112万国を衆院上で安堵された。また、本郷を吉田軍山城からより地の利の良い広島城に移す。寺本は、その後、五大老に就任する。しかし、慶長5年、寺本が関ヶ原の戦いで西軍の総大将となったことで、敗戦後に、毛利氏は、巣王国、長戸国の2カ国29万8000国に憲法された。 江戸時代には、萩に居城を新たに築城し、長州藩となる。県築を経て、幕府と交渉の末、三十六万九千国に工事起死され、江戸時代を通じての交渉校となる。国主の戸様大名として、夕藩の一つに数えられた。また市藩として、長府藩や徳山藩、新松藩などがあった。江戸時代末期には、藩主。 毛利隆ーの改革学を創始長州藩から数々の志士が現れ、明治維新を成就させる原動力となった。明治維新後、毛利氏家は家族となり、長州藩の毛利宗家は、公爵師藩の毛利家さん家は、死爵文家と一門家臣の毛利家さん家は男爵に列し、貴族院議員などを輩出した。毛利君は、 大江広元の四男で、相模国毛利僧を、父から相続したため、毛利氏を称するようになった。したがって、毛利氏家毛利氏としては君を初代とするのが相当であるが、毛利氏家の監修上、天の保避の命を初代とするため、君は三十九代とされている。だが、君は、北条と清里の義父であったにもかかわらず、三浦安村と、結んで、北条氏に反旗を翻したため、 敗北して、一族の大半が果ててしまった。越後にいた、君の四、男教皇は、合戦にかかわらず、その家系が残った。同族の長石の尽力により、越後、秋の守護職を安堵された、教皇は、嫡男毛利元親に、越後国狩輪軍佐八層南城を譲り、四男寺親に、秋国吉田所を譲った。毛利寺親は、鎌倉時代後期、 京都の六原丹大の表情集を務めたが、隕石関係のあった内官僚の長崎延期が、執権、北条高時に代わり、幕府で政権を握っているのを嫌って隠居し、両所の河内国へ陰性する。現行3年に、五代醐天皇の倒幕運動から、現行の乱が起こり、足利高氏らが鎌倉幕府を滅亡させるが、毛利氏親は、合戦に参加せず、 五代醐天皇により開始された剣武の申請からも距離を置いたため、鎌倉幕府与党として一次領土を没収された。南北朝時代には、足利方に従い、時親の彦にあたる毛利元春が、室町幕府より九州の南朝勢力であった金長親王の政政府を討伐するために派遣された今川貞田の指揮下に入り活躍している。元春は秋に下し、 吉田軍山城にて、吉田総の統治をはじめ、隠居していた祖祖父の時親が、元春を貢献した。毛利元就秋国の国人として土着した毛利氏は、一族諸家を排出し、室町時代中期には、諸家同士の争いが起きたものの、秋国内では屈指の勢力になった。しかし毛、毛利広元毛利豊本、毛利高原の時代には、 山梨、大内氏という大勢力の守護に挟まれ、巨州に苦労することになる。毛利京元、毛利行松丸の代には、大内氏と天子氏とが秋をめぐって争い、秋国内の黒人同士の争いも頻発した。毛利氏は、当主の早死にが続いたこともあり、勢力は一時、衰えたが、京元の弟である、毛利元就が当主となると、元就はその知略を尽くして、 一族の判断や、家臣団最大派閥の井上氏の粛清、岩見国の高橋氏など、敵対勢力を滅ぼし、さらに有力国人である、秋国の吉川氏に次男である、元春を小早川氏に三男の高影を養子に入れて、家を乗っ取るなど勢力を拡大する。元成は、長男の毛利隆元に家督を譲った後も、戦国大名として、陣頭指揮を続け、 大内義高に謀反し大内氏を事実上乗っ取った、東春方を、工事元年の五福島の戦いで破った。工事三年、春方の区別であった、大内義長を攻め滅ぼし、大内氏の丘陵を、ほぼ手中にする。その後は、北部九州に侵入し、筑全国や武全国の秋月氏や高橋氏を味方に、つけ、大友氏とも争った。同三年、 吉川、小早川が秋毛利投手家運営への参画、補佐することを条件に、劉玄が毛利市への家督を継いだ。こうして、毛利投手家を吉川家と小早川家で支える体制が成立し、両国支配を盤石なものとし、これを後世毛利両川体制と呼ばれることになった。A63 年には劉玄が幕府から秋守後に任じられている。A66 年、 流言が創生し、長男の毛利輝元が若くして、家督を継ぐと、元成、元春、高影が貢献した。永六九年に輝元は、元成と共に、旧敵の天腰を滅ぼして、中国路を領有し、最国随一の大名となった。さらに旧主家の残党である、大内輝広を退け、天腰の残党にも勝利した。さらに、は、織田信長に追放された。 将軍、足利義明を庇護し、天下統一を目指す信長の西国進行に対する最大の抵抗勢力となる。だが、天正十年に本老寺の変により、信長が自害したため、領地を維持したまま小高田方と和睦を結んだ。毛利輝元毛利輝元は秀吉に侵入し、秋国、貧乏国、須訪国、長渡国、岩見国、出雲国、沖国に加え、微中、 大木両国のそれぞれ西部を安堵された。主因上における、もう都市家の総国高は百十二万国であり、他に四国と九州で、安国寺、小早川が照元とは別に所領を得た。秋数王長と岩見出雲貧乏大きい放三軍、備中国のうち、右国国県地、任長面、百十二万国のことを内訳は、豊臣秀吉の天下統一後、照元は、 吉田軍や真城から地のりの良い瀬戸内海に面した広島城を築城し、本拠を移した。文禄四年、秀治事件の後に豊臣政権の御大老の一人となった。毛利高地下1867年、秀吉の死後は天下奪取を図る徳川家康に対抗して、石田三成と接近し、関ヶ原の戦いでは、西軍の総大将につくも、 吉川広家が東軍と内通した際に、毛利氏は担ぎ上げられただけとの弁明により、所領安堵の役場を得た。ところが、敗戦後に大阪城で押収された連番城に寺本の名があったことから家康は、約束を保護にしたため、寺本は隠居し着難の秀成に家督を譲り、秋国保加山用。 山陰の百十二万国から、数王国、長戸国の二カ国二十九万八千国に、原報された。このようにして、毛利氏は、萩に、新たな居城を作るとともに、領内の再建地に着手し始め、慶長十八年に抜閣と協議した上で三十六万九千国に、高直しを行い、この国高が、長州藩の表高として公認された。江戸時代末期、 毛利高地下の時に、長州政党などにより、幕府から圧迫を受けたが、吉田松陰や高杉晋新作、桂小五郎らの人材を輩出し、明治維新を成就させた。毛利元な軍の堀毛利家では、元服寺に通じである、元のついた名を名乗るのが慣例となっていた。家督継承者は、山梨、大内氏、豊臣家、将軍家など有力者の返記を受け、元と名乗り、 次男以降は、当主となった兄から返記を受ける形で、元丸と名乗った。照元の重邸にあたる毛利秀元も、ひとじき、照元の養子氏であったため、元の名乗り方で喧服し、豊臣秀吉の返記を受けた。その後、照元には秀元に代わって、生死となる実子の秀成が生まれ、豊臣秀頼の返記を受けたが、秀元と名乗りの重複を避けるため、元成の一時を取っている。 また、豊臣政権時代は、豊臣の死、橋場の名字を共に賜った。秀成の子、綱広以降の江戸時代には変気を受ける相手は、徳川将軍となり、聖氏は、玄伏寺に、将軍の変気を受け、元などと名乗る習わしとなったが、秀成をきっかけに、元と名乗る慣例は、崩れ、他に、広氏、治、おさむ、某、親、広氏など祖先にちなむ字を使用するケースも、 見られるようになった。ところが、幕末には、十三代長州藩主義親と、聖師貞広が、金門の変の処分としてそれぞれ喜び、帝の字を剥奪の上、高地下、広厚と改名させられた。大政奉還後、家族最高位の公爵を受爵された毛利氏は、身分的に、徳川氏の風下に立つことはなくなり、誰からも、返見を受けることはなくなった。また、 明治五年大上官、布告149号により、孟都家においては意味名を名乗ることとなり、同年大上官、布告235号により出生時の命名が基本となり、玄服時に新たに名を付けることは禁止された。以後歴代、出生時にを頭に据え、元丸の形で名付けることとなった。孟都家の家紋は、縄文を一文字に、三つ星、替え紋を、 長藤もだかとする。歌詞された門としては、16キクと57キリがある。具体的な仕様は不明であるが、見文書家門で、秋毛利として掲載されている門は、吉文字に三つ星である。同資料では、一文字に三つ星も長い、竹藤、萩と共に、連名で掲載されている。縄門の、一文字に三つ星は、別名、長と三つ星とも言うが、 道図案の家紋は、長と毛利氏に限らず、長井氏などの大江氏の氏族によって使用されている。和いエ筋の徳山藩、府中藩の毛利家も、同様の構図で一文字の図案を少し変えた一文字に、三つ星を使用している。一文字に、三つ星を分解すると、一文字は、仇なしの意味を持ち、三つ星は、軍神として、信仰のあった、将軍性を表している。 全体的な形は、律令制における、最高位を意味する、一品という文字を表している。かえもの、長戸おもだかは、おもだかの抱きおもだかであり、中央の果樹を抱くように二つのおもだかの葉が描かれている。毛利元成が、戦の前に勝虫であるトンボが小戦争である、おもだかに止まったことを見て戦勝したことにちなんで、家門として使われたものである。 関ヶ原の戦い以降は、縄文の一文字三つ星に変わって徐々に使用頻度を増やした。以下、主に戦国期の家臣団を取り上げている。ありがとうございます。